大口アルチジオケ、オ口ジ・オニエウは、アメリカ合衆国、ワシントン DC 出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは DF。両親はナイジェリアからの移民。ベルギー国籍も保有する。20歳で、欧州のリーグでプレーし、2004年に移籍した、スタンダール・リエージュでブレイク。5シーズンで179試合に出場し、16ゴールを上げ。 2007から08、2008から09シーズンのジュピラーリーグ連覇に貢献した。スタンダールとの契約満了後の2009年7月7日、イタリアの AC ミランへ移籍。アメリカ人選手がセリエ A のクラブに所属したのはアレクシー・ララス以来13年ぶりであった。ミランでは即戦力として期待されていたが、10月14日に行われた2010フィーファワールドカップ、北。 中米カリブ海予選のコスタリカ戦で着地に失敗し、左室外圏を断裂。結局この怪我でシーズンを棒に振る結果となった。2010年5月17日、負傷中のクラブによる支援に謝意を示すため、無報酬で契約を1年間延長した。11月5日の練習中に、ズラカン・イブラヒモビッチと口論となる。イブラヒモビッチのオニエウに対する強烈なタックルが、 ことの発端とみられ、このプレーに激怒したオニエウが、イブラヒモビッチに飛びかかったことで、一触即発の事態に発展することとなった。結局ミランでは、出場機会に恵まれず、2011年1月11日に、オランダの FC、ドゥベンテニレンタルに出された。シーズン終了後にミランに復帰したが、すでに、センターバックには、アレッサンドロ・ネスタ、チアゴ・シウバの二人が、 不動のレギュラーとして君臨しており、さらに、バックアッパーにも、マリオ・ジェッペスや AS ・ローマから獲得したフィリップ・メクセスがおり、余剰戦力となったため構想外となった。6月28日、ポルトガルのスポルティング CP に移籍した。2012年8月31日、ロケ・サンタクルスと共に、スペインのマラガ CF に、レンタル移籍。2013年10月23日に、 イングランド2部のクイーンズパークレンジャーズ FC に加入したが、翌年1月に契約を解除し、シェフィールドウェンズで FC に加入した。シーズン終了後にフリーとなったが、10月31日にチャールトンアスレティック FC と翌年1月までの契約を締結。12月29日にはシーズン終了まで契約を延長した。シーズンを終え、イングランドを去ると、 一年半の間無所属となる。2017年1月30日、以前よりトレーニングに参加していたフィラデルフィアユニオンへ加入。15年間の欧州でのプレーを経て、初めて母国でプロとしてプレーすることとなった。2018年9月17日、自身のインスタグラムにて現役を引退することを発表した。2018年12月6日、 アセルリーグ1に所属するオーランドシティ SCB チームのスポーティングディレクターに就任した。アメリカ代表としては2004年10月13日のパナマ戦でデビュー。2005年のゴールドカップではホンチュラス戦で代表初ゴールを決めるなどチームの優勝に貢献し、大会ベストイレブンにも選出された。ドイツ W 杯にも出場したもののガーナ戦で決勝点となる PK を与え、 この試合でチームのグループリーグ敗退が決定した。2009年のコンフェデレーションズカップでは J デメリットとのコンビで準決勝のスペイン戦を無失点に抑えるなどチームの準優勝に貢献。決勝ではブラジルに2 3で逆転負けしたものの前半に2点を先制するなどを検討した。両親はイボ族出身であり、弁学のために ナイジェリアからワシントン DC へ移住した。それぞれ二人ずつ兄弟と姉妹がいる。母国語である英語のほか、フランス語、イタリア語、ポルトガル語が堪能。カトリックを信仰している。2018年2月、バージニア州リッチモンドにジムを開業している。ありがとうございます。